赤律戦とは、スポーツ等における、関西学院大学と立命館大学の対戦を、両校の名を等一文字ずつ取って省略した故障である。本来は、両校間の、いかなる種類の対戦に用いても支障ない名称だが、近年は、赤継戦になぞらえる形で、アメリカンフットボール部の関西学生リーグでの対戦を、 このように呼ぶ傾向が強く、半ば固有名詞化したと見る向きもある。本校では、アメリカンフットボール部間の対戦について記す。両校とも、関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1に所属している。なお、立命館大学サイドでは、立幹線と呼ばれる場合がある。立命館大学アメリカンフットボール部は1953年、関西で5番目に創部した。すでに、 関西学院大学のリーグ連続優勝が始まっており、初の積立戦は132-0で感覚が圧勝した。1953年にリーグ戦に参加して、以降立命は常にリーグ界を低迷した。1970年には平井秀次が卒業と同時にコーチに就任。監督陣の岡登と共に指導に当たるが、百七十一年にチームは 近畿学生リーグに陥落。1983年に一部に定着するまでに9年間の二部リーグを経験する。1984年に平井秀次がヘッドコーチに就任。1985年に6勝2敗で初の同率2位に躍進するものの、1980年代には陥落、兄弟の二強の壁は破ることができなかった。しかし、 1987年スポーツ推薦第一期生が入学するなど、立命は確実に実力を蓄えていった。1990年に立命は間額に13から12で勝利する。これが立命の積立戦初勝利である。同年には京大にも14から7で勝利するが、神戸大学に負け、近畿大学と17の17で引き分けて優勝を逃がす。 1992年にも立命は、赤律戦に十七の十で勝利するが、兄弟に敗戦し、優勝を逃がした。このように1993年までは、立命は漢学、兄弟に勝利するものの、優勝を達成することができなかった。1993年に監督に就任した平井秀次は、 1994年に練習拠点を、琵琶湖・草津キャンパスに移す、大改革に着手する。同年 q b 東の実ノル、LB 川口聖史、DB 近藤正人、RB、中村友などのタレントを要した立命は、第5節の兄弟戦に、K 佐藤正春の5本の FG で勝利。優勝をかけて、第6節の直接対決に挑んだ。ここまで立命。 感覚とも5戦全勝。勝った方が優勝決定の大一番であり、会場の大阪市長井球技場は満員の監修で埋まった。前年度の優勝校である感覚は、RB 前島純、慶城大、佐都市、l b 山田新造といった主力が残っており、実力は互角であった。試合は立命が先制して関学が追う展開となり、関学が 立命のミスを FG に結びつけて確実に得点し、残り3分で前島の TD で逆転する。しかし、次の攻撃シリーズで東野から WR、柴原譲へのロングパスが通り、TD につなげ再逆転に成功する。結局17から13で立命が勝利し、総部41年目にして初優勝を決めた。 1990年から1996年までの赤律戦は6勝2敗と立命が優勢であり、1994年から1996年の3年間は、感学は3年連続の順列3位と優勝争いから一歩後退した存在になりつつあった。3年連続で甲子園ボール出場を逃がした感学が鮮やかによみがえった。 第5節に全勝対決で迎えた、積立戦は、実質上の優勝決定戦となった。感覚は、QB、高橋光一を中心とした、乱発自在の攻撃で、立命守備は本弄 RB 花房の TD と k 応他の3本の FG で立命に干渉。続く積係戦も勝利して4年ぶりの甲子園、ボール出場を決めた。一方、立命は、 RB カシノが、間学守備に完封されて、49の WR、山形の TD パス1本に抑え込まれた。初の最終節での積立戦、優勝候補筆頭の兄弟に干渉した、前哨の立命は、兄弟に敗戦し、プレイオフに望みをつなぐ間学に前半リードされる。しかし、後半 R 里ミのキックオフリターン TD で勢いを取り戻した立命は、QB。 川崎、RB、杉山人志が怒涛の乱攻撃を展開し逆転勝利。二度目の甲子園ボール出場を決めた。QB、川崎、LB、小西人志前年の主力が多く残る立命は第五節まで危なげなく勝ち進んだ。感学も QB、有馬隼人を中心に第五節の関継戦に24-0で完封勝利する東高調を維持したまま。 第6節に優勝をかけて、全勝対決の積立戦が実現した。最初のシリーズで、T フォーメーションからの RB、e オカのランプレイが独走 TD となり、感覚が先制、2急に、有馬は脳震盪で退場をするが、交代した QB e 岡村が、有馬の存在を補う大活躍で、最後は、自らのスクランブルで TD を奪い立命に、解消した。立命は、 守備が、感学の T フォーメーションからのオプションに、全く対応できず、自慢の乱攻撃も、感学守備に封じられた。立命は1回請球 B、高田哲夫を中心とした、ショットガン攻撃で感学に挑んだ。すでに兄弟に敗れていっぱいの立命は、勝てば3校同時優勝だったが、前年同様乱攻撃が、DL、石田力也を中心とした、感学守備に、シャットアウトされた。 立命守備は3球まで点を与えなかったものの、4球に FG と RB、三井深夜の独走 TD を許してしまう。立命攻撃は、R 高橋のキックオフリターン TD で4点差に、詰め寄るものの、2ミニッツオフェンスは不発に終わり、感覚が逃げ切った。積立戦は2年振りの全勝対決となった。立命は、QB、高田哲夫の SG 攻撃が封じられに FG を、 上げるに止まった。感覚は敵陣でのラッキーなインターセプトを確実に TD につなげリードする。高田の2ミニッツオフェンスは2年連続で不発に終わり、感覚が立命に競り勝った。1997年以降の積立戦はいずれも優勝が決まる大一番であり、この頃から関係戦よりも積立戦に多くの客が集まるようになった。傾向としては、 立命の乱攻撃を封じて、感覚が勝利する試合が多く、2002年以降の立命のパス攻撃を中心としたショットガン攻撃導入の契機となった。また、2年連続で立命の2ミニッツオフェンスが不発となるなど、立命の試合運びのつたなさが課題とされ、逆にチャンスを手堅く得点につなげる感覚の試合運びのうまさが目立った。 感学は1999から2001年にリーグを3年連続で全勝優勝し、2001年シーズンには首相 DL、LB 石田寺からなり、QB 大崎洋介、RB 三井真也、で坂木原一世、LB 平行利ライター等を要して悲願のライスボールを制覇した。1997年の感学同様、立命は甲子園ボールから3年間遠ざかっていた。 春に平井秀次監督が退任し総監督に就任。チームの指揮は古橋雄一郎ヘッドコーチに委ねられた。2000年から導入したショットガン攻撃も3年目を迎え、QB、高田を中心としたパス攻撃の精度、破壊力は飛躍的に向上した。周期リーグ戦序盤から立命は対象を続ける一方、意志か力なり、 坂木原一世等の主力が卒業した艦学は第5節の近代戦で残り1秒から逆転負けを喫し、兄弟戦にも新勝して阪急西宮スタジアムでのリーグ戦の最終試合となった第7節の積立戦を迎えた。試合は序盤から立命の攻撃が艦学守備を圧倒。高田からフロリダ木の下の利明への91ヤード TD パスを皮切りに WR レスイ、アキラ、RB、磯谷幸ニらが、次々と TD パスをレシーブ。途中高田が、負傷退場するが、変わった、QB、杉田圭介も変わらないパフォーマンスを披露した。なお、感覚の48失点は、創部以来のリーグ戦における、最多失点、得点差34点も、同様にリーグ戦最多得点差という記録的な、大敗であった。 この年立名は、甲子園、ボールライスボールを制覇し、前年の間額に続き、日本一に輝いた。前年の主力の多くが残る立命は、開幕前から優勝候補筆頭と目され、兄弟戦に完封勝利、近代戦も圧勝し、第6節で優勝を決め、最終節の積立戦に引き分け以上で、甲子園ボール出場が決定する状況となった。 感覚は2001年のメンバーがほぼ卒業し、夏合宿中に LB 並行リライターを失うと苦しいシーズンを送り、第2節の関内戦に敗戦、第6節の関継戦にも敗れ優勝の目が完全に消え、第7節の関立戦を迎えた。下馬評は圧倒的に立命有利であったが、感覚は19に前節まで控えであった。QB。 コウの順引きる攻撃が2本の TD を奪い試合の主導権を握り、21から10で前半を終了する。立命は、乱攻撃を封じられ、闇上がりであった WR、木下範明が、感覚 DB 渡辺に競り負けインターセプトされるなど、攻撃のリズムが乱れるが、4球に入り q b 高田から WR 長谷川への TD パス。 WR レースへの 2PT コンバージョンパスが決まり、同点に追いつき、ケーキシノが残り1秒から FG を決めて立命が逆転勝利した。立命は、この後甲子園、ボールライスボールも干渉して2年連続日本一となったが、立命にとって、積立戦は2003年周期における最多失点、最小失点差での勝利であり、最も厳しい戦いであった。 立命は、高田哲夫、冷水、明、DL、平井本幸、LB、八木孝太等の前年の主力が卒業し、間学は、QB、河の順を中心とした、乱中心のショットガン攻撃が定着し、互角の勝負が予想された。第五節に全勝対決が実現した、積立戦は、実質上の優勝決定戦であった。点の取り合いとなった試合は、QB、 河野の乱発にわたる大活躍で、菅学が主導権を握った。立命は WR、木下のりきを QB に起用する奇策を用いたが、不発。立命は菅学攻撃を最後まで止めきれず、試合終了間際ファンブルロストから掴んだチャンスも、首相イキシノのの FG が失敗し、30から28で菅学が総力戦を制した。積立戦を制した。 感学の三年ぶりの甲子園ボール出場は確実と思われたが、第六節の席継戦で感学がまさかの逆転負けを喫し、立命が近代、京大に連勝したため、六年振りの両校優勝、プレーオフに突入した。第五節の赤立戦同様の古長い陸上競技場で行われたプレーオフは最初のシリーズに QB、河野の独走 TD で先制し、 感覚が主導権を握った。立命は雨でパス攻撃が思うようにいかず苦戦するが、q b 池野から WR 記念 A2 本の TD パスが決まり、同点に追いつく。試合後半はこ着状態が続き、そのままオーバータイムへ。3度目のタイブレイクで感覚系小笠原が FG を外し、立命が24から21で宇宙の激闘を制した。 感覚、立命ともに順調にシーズンを消化し、リーグ優勝をかけた初の最終節全勝対決での積立戦が実現し、超満員の2万2千人の観客が西京国陸上競技場に集まった。試合は、序盤のインターセプトの応酬から立命が徐々にペースをつかみ、負傷退場した QB、池野の代役 QB 渋類が冷静に攻撃を指揮し、 RB 津久田の TD で先制する。間隔は3 9に TD を上げ1点差に迫るが、逆転を狙った 2PT コンバージョンが失敗。その後、立命が1回生 RB 松森のランで敵陣に侵入し、渋いから WR アナゲの TD パスで突き放すが、間隔も49残り17秒で、RB 辻野の TD で2点差に迫る。プレイオフに望みを託し、 2PT コンバージョンを再び選択するが、QB、井出原のランプレーは1ヤード届かず、立命が勝利した。立命は4年連続のリーグ制覇、甲子園ボール出場を決め、間額は、創部以来初めて4回生が甲子園ボールに一度も出場できずに卒業する事態になった。試合後の表彰式では、3月まで立命総監督であった。 関西学生アメリカンフットボール連盟理事長、平井秀次から立命首相塚田に優勝トロフィーが渡された。なお、この試合の感覚サイドの舞台裏は後日 NHK のサンデースポーツで紹介された。得点表記においてこの事態で書かれているチームがホームチームであることを表す。2004年のプレーオフは中立地開催。1996年に 京都大学が優勝して以来、官学と立命の2校がリーグの優勝を分け合っていることからも、赤律戦のリーグ戦に占める注目度は飛躍的に高まっている。観客動員もリーグ戦最多であり、リーグの看板カードの位置にある。タッチダウン紙での紙面の扱いをはじめとした各、マスメディアの注目も、この対戦に集中する傾向にある。 近年の赤立戦の最大の焦点は、立命の乱攻撃を、感覚守備が、いかがに封じるかであった。立命は、QB、東野実が卒業した1997年、以降、ショートパス主体のウェストコーストフェンスを導入したが、パスの精度を上げられず、結果的に失敗に終わった。1998年は途中で、ウェストコーストフェンスを放棄し、 乱変調攻撃に変えて立命が優勝したものの、1999年以降は、感覚守備が立命の乱攻撃を封じて3連勝した。この流れを変えたのが2002年より威力を発揮した立命のショットガン攻撃である。リッツガンは、オクラホマ大学のノウハウを導入したもので、パス攻撃に主眼を置いた従前のショットガンとは異なり、OL のスプリットを広げ、乱プレイも出やすくしたものであり。 結果的にパスとランのバランスアタックを実現した。感覚は立命のパス攻撃を念頭に置きつつ、ラン攻撃も抑える必要が生じたため、立命攻撃は対感覚守備に対して優位に立ち、2002年から4年連続で関西リーグを制覇した。これ以降も感覚、立命両校のリーグ制覇がほぼ1年ごとに入れ替わる形で続いている。ありがとうございます。